皆さん、こんにちは。さあ、第8回目の動画レッスン。本日のテーマは、おしゃれなリズム、普天のリズムにチャレンジです。さあ、普天リズム。普天ってなんだろうね。ちょっとこの曲聴いてみてください。これはメリーさんの羊だね。このメリーさんの羊の曲の最初の部分、メリーさんのここに普天のリズムが隠れています。それから他の曲にもありますよ。例えばこれはゾウさんね。このゾウさんのここも普天のリズムが隠れています。さあ、普天があるからね、なんか音楽がより楽しくなったり、ワクワクしたりする感じになるんだけど、一回ね、メリーさんの羊の普天のリズムを普天じゃないバージョンで弾いてみるよ。どんな感じかな？これでもいいけど、こっちの方がなんかこうメリーさんの羊と仲良く遊んでる感じがするよね。メリーさんの羊、羊、羊、メリーさんの羊、かわいいねって言ってる感じがすると思わないですか？それからゾウさんもじゃあ普天のリズム一回取ってみましょう。どうなるかな？感じがあんまりしない？普天のリズムがあることで、あの長いゾウさんの鼻がゆら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 揺れている、そんな感じがしますね。リズムがあることによってこんな風に表情が変わります。さあ、それではどんな風に書くのかちょっと見ていきましょう。さあ、それでは普天のリズムを音符にしてみるとこんな感じです。先ほどのメーリさんで言うとメーリのところが普天のリズムだったんだけどね、こんな風に書きます。音符、黒い音符に棒がついてて、よく見るとこのお隣にちっちゃな点、ほくろみたいな点が書いてあります。これが普天と言います。そしてそのお隣、これね、高8分音符の1つ、8分音符を1つにすると、こんな風にね、黒い丸があって、まるで旗がひらっとしてるようにね、こんな風に書きます。これで、たーんかというリズムになるんですね。手で叩くとこんな感じ。たーんか。これで、メーリさんのって続いていくね。たーんかとなります。さあ、それでは次はこっちを見てください。さあ、今度は先ほどのたーんかの後に、たんたんという音符がね、ついてますね。これで、たーんかたんたん。あ、さっきの、メーリさんののリズムになります。手で叩いてみます。メーリさんの。これで、たーんかたんたんとなります。みんなで一緒にやってみましょう。いくよ。1、2、3、はい。たーんかたんたん。できた。もう一回言っとこう。3。はい。たーんかたんたん。
今画面上にリズムがいっぱい出てきていると思います。さっき出てきた不点のリズム、どこにあるかな、ちょっと探してみて。見つかったかな。じゃあ最初からこの2段目の最後のね、右の下のところまで、ここゴールね、ここまで続けて一回ね、リズム読みしてみるよ。ちょっと聞いといてね。できそうな子は一緒にリズム読みしてみよう。こんな感じいくよ。1、2、3、はい。たんかたん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 、うん、たんたんたん、うん、たんたんたん、うん、たんかたん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 、うん、たん、うん、たん、うん、たん、たん、うん、うん。そう、最後のここね、あまり見たことがないマーク出てきたかな。これもお休みの記号です。2つお休みしてくださいっていうね、休符になります。さあ、それじゃあ今度はね、手でこのリズムを叩いてみるよ。では、行ってみましょう。今手拍子してくれてたと思うんだけど、今度はね、好きなところ叩いていいよ。お腹でもいいし、肩でもいいしね、足でもいいし。さあ、元気よくいきましょう。いくよ。それでは、この今のリズムを使った素敵な曲があります。みんなに紹介したいと思います。さあ、今、楽譜が出てきたかな？そう！もしかしたら知ってる子もいたかな？ロンドン橋という曲のリズムだったんですね。さあ、それじゃあ今度はこのロンドン橋、音をね、乗せてね、ドレミファソ、そう、音の名前を使ってリズムをつけて読んでみようか。少しゆっくりにしてみようかな。じゃあ一緒にドレミファソ、音の名前で歌ってみましょう。せーの。難しいところだね。あのメリーさんのメーリーと同じリズムだよ。さあ、それじゃあもう一回行ってみよう。音の名前で少しテンポ速くします。ついてきてください。私は、ピアノを弾くからみんなだけでやってみてね。では行きます。せーの。いけたー。
歌えてるかな。ロンドン橋、とってもね、素敵な曲だよね。ということで、今日は普天のリズム、とってもおしゃれなリズムを紹介しました。世の中にたくさん素敵な音楽の中にね、普天のリズムが隠れていると思うので、この曲は普天のリズムあるかなってね、探してみてください。はい、それではお待ちかねの今日も音当てクイズをしていこうと思います。さあ、今日はね、ちょっと難しいよ。それから少し長いかも。それをね、みんなね、第3問。今日も3問やっていくので、頑張って聞いて答えてみてください。では、いきます。第1問目。どうぞ。答えは、ドミソミソミドミソ。あ、スキップしてたね。ね、音がね、一つずつ飛んでスキップしてました。じゃあ、2問目いこうか。今度は、お、どうぞ。さあ、答えは、思えばソーラソファミソミ、ちょっと違ったね。さあ、それでは第3問目です。ちょっとこれは難しくしてみようと思います。よく耳を澄ましてね。いくよ。答えはソファミラソミレミド。おー、難しかったね。ね、ちょっとスペシャル問題でした。このね、第3問目にはまた普天のリズムが登場してましたね。おしゃれでしたね。ということで、今回の動画はおしゃれなリズム、普天のリズムを紹介しました。またね、ロンドン橋、お家の人とかお友達とね、たくさん歌ってみてください。今日も見てくださってありがとうございました。バイバイ。